幻想的な青色の光でライトアップされた巨大な氷。3連休初日の今日、札幌の羊ヶ丘展望台で冬の魅力を楽しむイベントが始まりました。実はこの氷、オホーツク海から運ばれてきたんです。知床に接岸した流氷を300キロ以上離れた札幌まで持ってきたのです。かったー。氷が結構大きいなっていうのがすごいびっくりしました。向こうにまで行って流氷を見ることはできないので、それはいいなと思いましたね。まん延防止等重点措置が続く中、感染対策をどうするか札幌市などと話し合った上でイベントを開催しました。入り口では連絡先を記入して検温、そして手の消毒を行います。入場者数に関しましては、通常の定員の 50% に、制限の方させていただきまして、ボリューム満点のトッピングが自慢のスープカレーなど日替わりグルメが楽しめるこのイベント、氷でできたテーブルも間隔を取って配置するなど工夫が取られています。今日は新たに3683人の新型コロナの感染者が確認された道内。金曜日としては過去最多で、札幌では1952人に上っています。今週大通公園で開かれるはずだった札幌雪まつりも中止に。幻となった大通公園の雪像があるところにお目見えします。すごい。ゴーグルをつけた記者が見ているのは札幌テレビ塔。振り向くとそこには巨大な雪像が。今回作られる予定だったドイツのテアティナー教会の雪像がバーチャルの世界で再現されました。自分の実際の目線だとかなり大きく見えますね。あさってからスタートするバーチャル大通公園、雪像を見るだけではなくこんなこともできます。おー、空を飛んでいる。おー、すごい高い。何人も同時に入ることができますので、はい、友達と一緒に遊びに来てもらったりすると非常に楽しめるかなと思ってます。実際に作られた雪ミクの雪像も映像で楽しむことができます。結構長くやってるんですけど、雪像にとってはすごくいい天候だったので、曇りもない真っ白な雪像としてできたのでいい出来だと思います。感染対策を取りながらどうイベントを楽しんでもらうか、新しいアイデアも次々と生まれています。